どうもさん、こんばんは、しょれー。さあ、前回なんか、イヤイマンがいた場所に、再度中ボスが湧いてて、それが結構強いらしいから、行ってみたらーって感じで、探してたんだけど、結局見つからなくて、別の2体の中ボスからやったんだけど、自分の動画を見てね、場所分かった。ここの先だわ。で、ここも立ち足が、配置されてんだわな。マジでさ、立ち足力強すぎるんよ。俺、ほんとに弾けん。こいつの攻撃的にはマジで弾けないから、できれば真正面から戦いたくねえ。ここだ。え？これ待って、また立ち足族じゃんこれ。お、なんか忍殺こいついけそうだな。うわ、でもえ？おーい、なしかもこれ出れないし、これ2体いた。え？あ、こっちが弱い方か。2体はダメじゃないねえ、このゲーム。あ、これ逃げらんないわ。いや、2体はダメでしょ。あ、でも立ち合い族だけど、こいつ下段か。でもサビマルも持ってんな。え、2体はダメですね。いや、これ無理でしょ。立ち足力2体はダメでしょ、これ。 HP 低い？全然低くない。はい、無理。ちょっと一旦帰るべ。これはディスカウント絶対減らすようになるから。何かあらず、ガチン入ります。これそっち向いてるってことは、はい、なので、もこいつやったらこいつを2ゲージでやらなきゃいけないってことか。いや、こいつの攻撃ほんと弾けん。なんか見えないんだよな、ほんとに。立ち足族はボスより俺手こずるよな。だって破壊層とかさ、あいつ2回で倒したじゃん。はい、オッケー。でさ、あとなんだっけ、獅子猿なんかもさ、苦戦しつつも第2形態なんかは初見で殺してるじゃん。だから弾きやすいからなんだよね。だから俺弾けないといけないと一気にダメになっちゃう。みんなも立ち足は手こずってんのかね、それとも俺が異常に苦手なだけか。あっぷね。いや、強いな。体幹削り切りたいな、これ。いや、無理だな。いや、立ち足族ほんとに強い。はいはい、 OK、 よし。あ、下段が。あっぷね。あれじゃない、マサナガだっけ、前回戦った立ち足族ってさ、そいつよりちょっと強くない？あれだよな、マサナガみたいな、下段突き、下段突きやってこなかったもんな。はいはい。なんでさ、攻撃の途中に攻撃してくんねん、お前。弾いたら攻撃してくんのか、赤狼のルールだろー。これは当てなきゃダメだ。ダメか、毒はあかん。はいはいはい、あっぶね。あー、月じゃなかった。これあれだな、はい、あれが手裏剣が必要だわ。はい、オッケーオッケーオッケー。寒そうだね。はい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 、はい、オッケーオッケー、もうちょい落ち着いて回復して。うわー、回復できねー、回復できねー。危ねえ、できた。はい、オッケーオッケー、これひるむな。オッケーオッケーオッケー、はいはい、もう決まってくれ。ちょ、カメラワークが、助けて誰か。オッケーオッケー、はい、よっしゃー、危ねー。ふぅー、杖出し足族。あ、一心おるわ。また盗み聞くあるな。てか、エマちゃんまたこっちに来たんだ。一心様、天人がまた現れるか、エマは案じております。エマよ、
アシナを守るためならば、己の全てを投げ打たれるに決めるべき。我が孫ながら見事な覚悟よ。じゃが、苦労の血を使わせるわけにはいかん。刃を震えるのもあと幾度か。その時まで天はしまいじゃ。あのお方がいます。敵だか。仏頂面どもどこかに不眠。あやつを実に面白い。マジでさ、声ちっちゃくね。病人につべこは言うつべりはねえけど、腹から声出せおめえはもうちょっと。時に赤炉。急に極めたか。はお、確かにな。赤炉。やはりお主には人斬りの才がある。褒美じゃ、取っておけ。そうそう、あの、なんだっけ、アシナ流の奥義取ったから、一心のとこに行くとなんかもらえるよっつって、で今来たんよ。秘伝のスキルを習得できるだって。これはあれか、またじゃあスキル振っていくタイプか。しかと酒を振る舞う、流泉。これを、はあ、流泉か。でかしたぞ、関野。たまらぬ。この流泉をわしが手に入れると、嗅ぎつけたバカ者どもが飲ませろと集ってきたものじゃ。レアなんだ。バカ者ども、酒飲みながら十文字槍を手放さぬバカ者に、人の酒を現実でかすめ取るバカ者、杯片手に作りかけの義手をいじっておるバカ者、それからでかい図体ですぐに真っ赤になる見かけ倒しのフクロウもな。それはお主の父もまたバカ者じゃったわ。あ、これで終わりか。え、十文字より持ったやつって誰だ。それが物資、いや物資さんなのかね、誰だろう。義手作ってんのは道元でしょ、エマちゃんのお父さんでしょ。で現実でかすみ取るってのが幻王朝だろ多分。一心様は私が目を離すとすぐにどこかへ行ってしまうのです。まったく困ったものです。で、ここやシシザルのネグラ、ここシシザルが2頭出てきたところなんだけど、ここにも中ボスが新しいの湧いてるらしくて、まあそんな強くないらしいんだけど、あれだろ、中ボスはデスカウントもあるしな、全部戦うべ。うおー、あれこれ七面武者か。こいつなんか本来なら紙吹雪使って倒す敵らしいよ。俺ご了承でさ、使わず倒したけど。じゃあ今回は紙吹雪使って、あれこれ忍殺いけんじゃね。いけなかったわ。パッパと終わらすか。しかこの時も食らうんだよな。で、おじき消し用意しとかんと。用意して、もう近づけねえぞ。オッケー。はい。これずるくない？紙吹雪の方が切れちゃうじゃんね、これ。はい。あ、え、すごいなんか、バゴンってなったよ、紙吹雪あると。はい。あ、すごい紙吹雪あると、あれだ。え、なんか消えた。え、クソタブじゃね？紙吹雪使うとガチクソタブじゃん。うわあ！ちょっと待って、やべ。あの技は見たことないな。紙吹雪使ってから使ってきたのか。はい。はい。え、なにこれ？紙吹雪で切るとバゴンってなるよね。あのバゴンなに？はい。はい。はい。マジか、HP がやべ。だ、めんどくさ。紙吹雪があるとさ、結構めんどくさくなって、あれどう泳げんのあれ。あ、紙吹雪消えちった、まあいいや。はいはい、よしよしよし、オッケーオッケー。
ソザコじゃねえかよ。あ、亀吹きの全然食らわねえ。あ、俺すごいね、よくこの HP をさ自力でやったね。我ながらすごいだるい作業だったろうな。はい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 、終わりにしましょう。泣き虫の指輪、あ、指笛の強化ギシュニングのやつだ。へえ、まあ弱かったな。身体力成長を、さあこいつ術はもう落とさなかったな。であれだわ、スキルフルベ秘伝これだ。あ、すごい、これ足の十文字ってあれでしょ、こっちのさ、これを取って続きみたいな感じになってるね。でこれが大忍び差しはこっちのあれじゃん、一番最初の忍び技の奥義じゃん。そういうの全部取ってからようやく解禁される的なあれなんだ。そういえば俺戦法師に手つけてないんだよな。なんかやっぱりね、あのムカデのイメージが強すぎてね、こいつらの流派はいかんと思ってんだろうな、脳みそが。ちょっと覚えるか、ちょうど今2だしね。なんだろう、拝み連剣、どんな技やね。やってみるか。はいはい、ああ、なるほど。あ、出早いね、すごい出早い。ちょっとお金いっぱいもう使っちゃうべ、強化ギシュニング作ろう。俺これ好きなんだよな、霧ガラス。あの蛇の時に使ったじゃん。なんだろう、タイミングよく使えばノーダメージになるってことは、フクロウみたいな体幹削りめっちゃ強い敵さ、いいんじゃないの。あ、やばい、もうこれはガードしきれねえって時にこれ使って、とっさにスッとね、なかなかいい感じがするな。ちょっとこれ取るべ。あとこれも取れんな、サビ丸裏表表裏、わかんない。表裏の異なる連撃を切り替えながら戦うことができるようになった。なるほど、サビ丸もちょっと使ってみようか。いくぞ。なるほど。で、なんか、おお、へえ、強いかどうかわからん。さあ、そしたら袋やるか、これ。これさ、やばくない、体幹削り弾いてんだぜ。で、これが、食らってた、嘘だろ。うわ、見てこのダメージ、これは強いな、これは。これガチガチの強物だな、これ。ちょっとレベル違うのが一瞬でわかるよね。はい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 、弾いても攻撃の隙ないね。とりあえず HP 削んないと体幹誰も削れんから、弾いてやるタイプじゃないよな、これきっと。一回体力を削ってから、そっからようやく弾きが始まる感じだ。これさ、一応カタルゴ息はね、割と見切りやすいけど、ちょっと待って、体幹が持たん、これ。はい、オッケー、よしよし、意外とでもね、弾きやすいよやっぱ。あとはこれ金薬どうにかせんのな。遠距離離れてもさ、手裏剣打ってくるのがやばいですね。いや、これあれだな、飛行機をいろんなところで打っていく戦法に切り替えた方がいい。当たっちゃうの、あれ。こうやって瞬間に気よけで回復すると、でダメージも与える。いや、これ飛行機が、飛行機をいかにさ、うわ、ガードされちゃうか、ダメだな、ガードされちゃうんじゃん。こいつマジか。あ、これは受けるんじゃなくて回避の方がいいわ、体幹無駄に削られるし。やべやべ、危ねえ、はい、危ねえ、金額だったら終わってた。1ゲージぐらい削ってみたいな。はいはい、手裏剣ダッシュ蹴り警戒しないとな。くっ、マジで強え。うわー、本当に強いな。
でも体幹もう減らなくなってきてるね、だいぶ HP 出してから。なるほど、そしたらこっちのもんじゃない。オッケーオッケー。しかと攻略は見れへんぞ。はいはい、 HP 半分消したら体幹もう大丈夫だな。はい、え、また筋肉食らっちゃった。あっぶれ。はい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 、くさーつえさ、前半は火花が多分いいな。これで体力を半分減らすまではやるっていう。これで、あら、はい、金薬をしっかりと食らっていく。はいはい、飛容器打つ暇はないね。はい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 、うわっ、やーつー、え、忍殺じゃん。忍殺された、忍びだからだ。すげえ、こんな演出が。うん、確実に涙出ないけど、連撃がとにかくすごいから、フクロウどこであれだわ、火花を放つかが問題だな。また誰かが、何それ、俺が火花使ったからかな。同じ技使ってきたってこと、まあ、体幹削りやばい今の技。はいはいはい、ほいほいほい、あ、いいぞ、普通にいけそうだな。でこういう時にこそしっかり忍具を使っていく。はいはいはい、これはしっかり避けて、はい、いけるいけるいける、一撃で削れる、よしよしよし、おら、第2ゲージからだな。は、なんだ、うおー、なんだこれ、よかろう。まあ、とりあえず金薬の効果が切れるまで待ってやろう。あ、切れた。いや、怪しすぎじゃねえか、話すか。 What the fuck? ほらな。あ、なんかすごい見にくくなった画面。うおー、技が違う。大丈夫か、一層忍びっぽくなったな。はいはい、え、あ、一応これ画面は円幕からなくなるんだ。はい、何が変わる？ああ、違う。うわ、またこれか。忍びっぽい。さすが毒だ。さすがセキロのお返しって感じだな。はい。いやー、はい、はい。これ回避して、はい、はい、はい。ちょっと動き激しくなってきません？待って、やばい。筋肉だからやばい。毒もやばい。赤が。いやー、くそ、ダッシュ切りが異常に強いんだよな。うわ、毒投げ、あ、手裏剣の代わりに毒投げてんだ。あっぶね、これが強い。よし、もうこれで勝っちまうぜ。はいはい、あぶね、今ガード処置した。はい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 、はいはい、やばい、あぶれ、あ、ダメか、近づいてくるの分かったんだけどな。はい、オッケーオッケー、これ投げた時回復ポイントだな。避けて、はい、オッケー、守備半分までいった、あと弾くだけじゃん。また円幕か、これどういう効果あるんだろう、よく分かんない。別に離れればよくねっていう。はい、当たんないような金額、危ねえ。HP あんむいった、あと弾くだけ。意外と強ボスではねえな。はいはい、なんかさ、俺毎回さ、こいつ強ボスだろうとか、こいつ強中強ボスですわ。うわー、強い、第一形態全然 HP 削れなかったわ。
よっしゃー、第1ゲージ。いや、こいつ強いわ、やっぱり。あの、あれだわ。あれ？土下座しない。これ、あれだわ。こんなにじっくり行かなきゃいけないボスがいるんだって感じ。こいつほどじっくり行かなきゃいけないボスは今まで戦った中ではいないよね、絶対。本当に最初は HP 削ることだけしかもう最初から忍殺は考えらんないわ。これだけ避けて、これがサービスだね。これを序盤にどんだけしてくれるかだな。はい。あー、やべ、当たっちゃったほらー。あ、で、俺そうだ、爆薬今回残してから、爆薬のご利用していいんだ今回。さすが最強の忍具。ほら、あー、ほら、よしよしよし、こうだよ。あー、マジか。金脈まだ切れない。当たれ、よしよし、金脈切れた、切れたけど、おつけおつけおつけ、あと3つか。よし、はい、半分きた。これであと体幹削りを考えるだけ。今回で勝つ。火花はあと1回やれるな、一応。当たんなよ。あー、カンカン、はい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 、これは避けて、はい、で、ここで1回打っとこう。ダメか。はいはい、弾薬飲めねえんだこれ。やべやべ、マジやべ。はいはいほいはい、いや、それはいい。ガーッほらで、切って回復をここで飲む、堂々と。よしよし、オッケーオッケーオッケー。はい、勝てる勝てる、今回勝てる。はいはい、これ避けて、あー、なんで当たんねえんだよ。はいはい、ほい、金薬をしっかりと食らっていく。避けて、負けたくれー、いける、よっしゃー。大逃げじゃねえよな。あ、終わりだ。さらばー、向かって出てこねえよな。よーし、あ、消えた。本当に死んじった親父、マジかよ。え、ワンチャンさ、その悪党のふりしてさ、セキュロの成長を見てきたかなとも思ったけど、単純な悪党になっちまったんだな、こいつじゃ。あ、ところ桜のこの木奪ったのってフクロウだったのか。これで全部揃ったね。終わった。いやー、強かったけど、なんかあれだね、多分俺源一郎の方が死んでるよね。多分フクロウは5、6戦で倒してるから、で源一郎は10回ぐらい負けてっからね、俺。あれやわ、やっぱ第二形態があるかないかかな、気持ちの持ちようかもしれんな。うん、一応まあフクロウもノーカットマンをサブチャンにあげておくわ。さらば。